さっさーん、デッドバイ。アップデート後、初サバイバー。あー、デッドハード持ってくれよかったな。一回フックから。あ、直すや。一回フック釣られないと使えないんだっけ？あとは回復キットがなんか遅いのかな、回復するの時間が。あとなんかツイッターで見たけど初期化されちゃってる人は結構いるらしいね。 PC の人とか PS5 は大丈夫みたいだけど PS4 とかどうなの。あとさ、匿名モード PS4、PS5 にも。あ、これか、新音のあれ、モバイル版みたいなあれ。なんかこれ一応オンにしてみたんだけど、おわかりやすいな。ジジュハーシュー。おー、これわかりやすいな、新音のあれ。セルフケア使う分には変わってないんだよな、時間。はい。あ、これいいね。あと匿名モードはさ、やばくそうじゃない？なんか絶対煽りサバ増えるやん。うわっち、うわー、煽りサバ絶対増えるやんけ。使えないのな。久しぶりにキラーもやってみたいけどな。あとはパークもなんか変わったのかな。呼び声、海とかも弱体化したんだっけ？もう名前わかんねえやん。キラーのパーク何がいいんだろうね。これ目で見てわかるっていうのは、これだいぶこれ強いと思うんだけどな、この新音のあれ。で、有能とかもまだこれ何も弱体化とかもしないんでしょ、これどうなんだろうな。
そして俺はデスゲート早くなるんです。クール。いやこれマジで分かりやすいな。これやばくない？あ、これやばいか。出ても大丈夫か？あ、大丈夫ない。ナースでもこれだもんな。まあ、このマップ苦手だったのかな、このナースの人。なんか PC の人か。珍しいパーコース。はい、ってことで、ではでは。